第35回テレタマ杯オーバルスプリント競争の表彰式を行います。はじめに優勝馬スマイルビー号に騎乗いたしました矢野孝之騎手に勝利ジョッキーインタビューを行います。勝利しました矢野孝之騎手、おめでとうございます。ありがとうございます。まずはレースを振り返っていただきます。スタートいかがでしたでしょうか。はい、この馬らしく、絶好のスタート切れたんで、いいリズムで運べたと思います。最後は座群の中から直線かなり伸びていって勝利となりました。道中はいかがでしたでしょうか。はい、やっぱりね、ショートするながらもね、なかなかやっぱり厳しいレースになったんですけど、馬が本当辛抱強く走ってくれたなと思います。トトラル JRA 勢もいる中勝利しました。ゴールした瞬間のお気持ちいかがでしたでしょうか。はい、ちょっとね、前走が乗ってる方としてもちょっと心配な内容だったんで、
半信半疑なところはあったんですけども、本当にねよく、担当のスタッフの方が、ここまで持ち上げてきてくれたらと感謝しかないです。今日は強い雨の中、この時間にもたくさんのお客様いらっしゃっています。最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、本当ね実力のある馬でようやく交流重賞勝ったなという感じなんですけども、これからねもっともっとまた良くなってくると思うんで、出てきた時はまた応援していただけると嬉しく思います。今日は雨の中ありがとうございます。ありがとうございます。マイルリーグを勝利に導きました矢野孝之でした。大きな拍手をお送りください。
続きまして日本軽種馬協会より生産者に生産牧場賞が贈られます。贈呈は埼玉県浦和競馬組合小島康夫副管理者にお願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。以上をもちまして、ご協力ありがとうございました。